今日はもう勘弁してくださいよ。あと1ミリでお腹と背中がくっつきそうです。あしょうがないな。次までだって、お腹と背中が。まあ今日はハードだったし、また明日から頑張りましょう。お腹すいたよ、お腹すいたよ。お腹すいてるのか。していたら司会者の方が迎えに来てくれるので。カノ、どうしたくん。私お腹すきすぎてちゃんと喋れるか心配だな。ゆげげっと、お腹もゆげげで。あ、小原さんのお腹もぎゅぎゅぎゅのぎゅーよ。